国民教育、青少年賞は、フランス共和国における教育行政を担当するフランスの賞。国民教育賞の長である国民教育大臣は、フランス政府を構成する国務大臣であり、フランスの公教育制度と、私立教育機関に関する監督、認可の権限を持つ。本庁舎は、パリ7区のグルネル地区にある18世紀に建造されたオテルドロシュシュアール。 フランス国民教育省の原型は、1802年の公共教育監督機関の創設に期限を持つ。その後、19世紀初頭の10年間で、教育担当省の名称は幾多の変遷を経て、1828年、公共教育省となる。また、青年、スポーツ省が統合されるなどした。1932年には、省の名称は、 国民教育省となり、1974年から1981年まで、ジスカール・デスタン大統領の時代には教育省となった。2014年からのフランソワ・フィオン内閣における、正式名称は、国民教育、高等教育、研究省。2017年6月21日の第二次、エドゥアル・フィリップ内閣発足時に、国民教育、青少年省に改称された。 現在のフィリップ内閣においては、ジャンミシェル・ブランケールが国民教育、高等教育、研究大臣を務めている。第五共和制。ありがとうございます。